2020年を振り返って ALS と共に生きる生活。2017年11月に人工呼吸器をつけて自宅での ALS 療養生活3年が過ぎました。1、この1年、八丈のシゲルームで多くの人の支援を受けて持てる力を使って過ごしました。7月23日、70歳の誕生日、古希を迎えた年。コロナ禍で3密を避けること、外出の自粛を求められた年。1、ALS という病気の進行で体全身の力が弱くなっている。頭、首筋、頭が重くて、自分で動かせない。介護する人に枕の位置を微調整してもらっている。2、顔、笑うことが少なくなっているので、口を大きく開けても笑顔がなかなかできない。メラチューブをいつも加えているので、鼻の下の筋肉が動かしづらい。歯磨きの後、鏡を見て、笑う機会をできるだけ作っていきたい。3、背骨、背筋。車椅子に座る位置によって体が傾いて自分で直せない。スリングをつけるときに体を前に倒すとき、できるだけ背中の肩甲骨を押してもらっている。肩と背中が丸まってしまい、頭が下がりもともとが苦しい。4、呼吸、呼吸筋、自発呼吸が弱くなっている。吸引、1日平均17回くらい。吸引の時に外している時間が長くなると苦しい。5、ガスアシストを看護師にやってもらっている。LIC、リック。トレーナーを使って肺を広げるトレーニングを週1回行っている。6、手、腕、指は動かせなくて、右手の親指がわずかに動くだけ。7、腕は少し動かせるので、ナースコールのスイッチのパッドを押している。力は少しずつ弱くなっているので、スイッチの感度を上げている。8、足腰、年初は自分で立つ機会も兼ねて、持ち上げてもらって車椅子へ移動していた。今は自分で立ち上がれなくなったので、リフトを使って移動している。2、今は車椅子で体を前に倒すとき、意識的に腰に力を入れるようにしている。だんだん筋肉は弱くなってくるが、使わなければすぐになくなってしまう。残っている筋肉を機械を作りできるだけ使うようにしたい。ルー、生活。言葉コミュニケーションで円滑な意思疎通のために、介助者は必ず顔を見て質問する。わずかな反応を見逃さない。質問は、しますか？一つだけする。11、メラ語。メラチューブが唾液を吸い込む時の振動音を利用する言葉。生活に必要な会話の多くが通じるのはありがたい。レッツチャット。ナースコール、メラ語でわからない言葉などで使っている。模擬版、メラ語が聞き取れない言葉の時利用。12、栄養と水分。イボウから経管、栄養 250ml を1日5本、水分 1000ml 取っている。後半から栄養を少し減らし、亜鉛、セレンが不足しているので、カツオの出汁汁などを補充している。とろみ水を口から飲む。当初は毎日 30ml であったが、現在は 25ml 飲んでいる。13、睡眠。睡眠薬は使わないで、10時就寝、5時起床し生活のリズムを作っている。入浴。訪問入浴で週2回欠かさず入ることができた。14、手足の運動。ベッドの上。車椅子に乗って体を動かす。血液循環を良くする。関節が固まらないように毎日繰り返し体を動かしている。15、リフトを使って車椅子移動。体に負担がなく安全に移動するため、リフトを使っている。慣れないヘルパーさんもいるので、YouTube で乗り方を公開して、見てもらい、流れを理解してもらっている。16、介護体制。介護の体制、私は24時間の見守り、介護が必要です。ヘルパーさんの来ない時間、リフトなど2人体制の時は、妻と別居の息子が分担し合って対応してくれている。
17、魂ルーズ訪問介護。月353時間。1日あたり12時間。のヘルパーを派遣してくれる。私はヘルパー7児童所を利用している。平日も時間で来られなくなった。時間をどの児童所も変わって、入れないので、ヘルパーさんなしの時間が今もある。18、土曜日。日曜日に定期的に入れるヘルパーさんがいない。私を介護するヘルパー募集のチラシをパーソナルアシスタント街名で作りました。近くの学生が登録してくれました。まだまだ人数が足りず引き続き募集しています。2、歌を楽しむ。ALS 大会と歌の世界をこれまで10回開催した。1、2月まで、ヒデルームで開催。リクエストを出してもらい、楽しいひとときを過ごした。2、3月からコロナ禍により Zoom により15回開催。Zoom の長所を活かしたい。3、これからは YouTube に月の歌もアップしていきたい。Zoom に参加しない人にも、歌の世界に触れる機会になればと思う。4、ベートーベンのナイクのテーマ曲と私の、をコラボして歌12曲作った。YouTube に投稿していつでも見れるようにしている。5、ベートーベンのナイクは私の、を歌の世界に連れて行ってくれる。生誕250年、記念の年に12曲作れてよかった。3、外出、交流、コロナ禍で外出、外交の自粛が求められる中で、1、月に1、2回外出した。近くの公園を散歩している。季節を感じることができるので、楽しみにしている。2、解剖。1月6日、宝の公園を存続させようの会、解剖出席。この会が母体になり、宝の公園を存続させる会が発足。計画は中止になり、宝の公園は存続した。3、1月13日に、ルーの訪問介護従業者の研修会の講師をした。4、2月は南台町作品展に、と写真のセット作品を出展し、多くの人に見てもらった。歌になるといいなぁ、という感想があった。3月からは介護は自粛されて参加していない。4、交流を広げる。インターネットの活用。1、パソコン。ハーティーラナーのソフトを使ってパッドスイッチでパソコンを普通に使える。2、メールの発信。毎月生活報告など発信している。ニコニコヒゲのブログ、天野ヒゲル ALS で検索してください。8076回閲覧。カテゴリー別表示されているので、興味。関心のある記事を探しやすいです。3、Facebook。友達の投稿した記事が探しやすく、ALS の友達の記事に刺激を受けています。4、Twitter。ブログや YouTube に投稿した記事を載せています。5、YouTube チャンネル登録。天野茂るチャンネル登録し、と歌、補足などをアップしました。36作品を投稿。1645回視聴。6、天野茂のチャンネルの出し方1、天野茂 ALS を入力し検索。2、動画をクリック。3、いずれかの天野茂 ALS の動画を選択。4、動画の下にある天野茂の顔をクリック。5、天野茂のチャンネルになり、今までの動画一覧が表示される。